ここはね、道の駅の石取り屋ですね。今からね、昼飯食べに行きます。昼飯って言ってもね、ちょっと早いんですけどね。僕は1日2食だけの男なんでね。昼ちょっと前にいつも食べてるんですよ。で、今日は午後から仕事なんで、ちょっと早めにやってるお店に立ち寄ってね、すぐ家に帰ってちょっと今度は仕事の格好でね、準備しないとダメなんで。で、これから行こうと思ってるのが、しわのですね、高野橋さん、うどん、セルフうどんのお店、高野橋さんに過去2度ほどお店が休みで振られておりましてね、そちらは美味しいよって結構な声をいただいてましたんで、いつかと思ってたんですけども、今日行こうと。ちょっとね、さっぱり系でうどんにしたかったっていうのもあるんですけどね。と言いますのが、今朝の体重測りましたらね、71.7キロ。昔の僕に比べたら劇的に痩せてるわけですけども、最近の僕からしたらね、ちょっと体重増えたんだよね。ちょっと便通が悪かったっていうのもあるんだろうけどもね、70キロ台後半っていう日がね、結構何日かちらほらあった中で 71.7 キロだったからね、ちょっと体重を明日の朝はね、落としたいなと、また70キロ台後半に持っていきたいなと思ったんで、ラーメンだとさ、逆にまだ増える可能性あるんで、うどん、小ざっぱりとしたうどんにしようかなと思って、ちょうどいいなと思ってました。確かね、10時半から開店って前看板に書いてたんでね、今日は木曜日じゃないですからね、毎週木曜日のようなんで、今日は土曜日、やってると思いますね。では向かってまいりましょう。さーて、高野橋さんはやってますでしょうか。頼むよ。多分やってる。ただ10時半からなんで、今何時かな、10時半ぐらいだと思うんだけど、その時間帯だよね。まだ開いてるのが間もなくだと思うんでね、ちょっと待ってて入っていきましょう。僕は賭けの波にかき揚げをチョイスしてみました。これで400円、安い。いりこの出汁がしっかりと効いたお味でございます。こちらをおすすめいただいた視聴者の皆様、ありがとうございました。おすすめいただいた方は僕の性格をよくご存知でございます。値段が安く、なおかつうまいってのが孤独の第一流儀なのであります。かき揚げもサクサクってのもいい。油も新しいものを使っているようですね。いいですね、いいですね。庶民的なセルフうどんのお店っていいですよね。脳内の満足中枢が上昇した上、お財布にも優しいって来ているのですから。さて、こちらのお店の会計システムは後払いの自己申告制のようです。皆様、嘘はつかず正しく申告してくださいね。何事もモラルが大切であります。一人一人のモラルがあって、こういうお店は末永く成り立っていくのですから。きっと営業マンやトラックドライバーなんかに重宝されているお店なのではないでしょうか。
お昼の短い休憩時間にほっとくつろげるオアシスなのかもしれません。出汁の効いたうどんや天ぷら、おにぎりを食べて午後からの仕事に精を出す、いつもより仕事の効率も上がるってやつでございます。うどんも最終盤戦へと突入いたしました。とても名残惜しゅうございます。今日の腹塩梅だと大盛りにしとけばよかったとふと思ったりもいたします。それだけ出汁が美味しく、いつもより多めに食べたくなるお味なのでございます。孤独の通いたくなるうどん店リスト登録決定でございました。